こう手で走ってくるイメージで、駅の方からものすごいスピードで上半身だけの人がガーッと目の前を走っていったって、その Y 高校っていう、まあ名前言ったら結構全国的に有名なスポーツの名門、地元から信用できる神社でお札もらってきて、そのお札を部屋の四隅に貼って一斉に全部落ちた。うわうわ、一斉に一斉に全部落ちた。好きと楽しいをシェアするリードナーオカルト部です。よろしくお願いします。福岡県の心霊スポットたくさん回ってきましたが、はい、最後の最後に浜先生にとっておきの階段を教えていただけないかな。はい、はい、じゃあまたこれまあこの前までフィリピンの話とかをご紹介させていただいたんですけれども、まあ福岡の心霊スポットの締めということで、福岡の階段話をご紹介させていただこうと思います。まずですね、これ福岡県のまあとある愛駅っていう、うん、駅があるんですけど、はい、この駅近くで起こった話でして、で話聞かせてくれたのは花川さんっていう方で、うん、この愛駅の近くのバーで、まあ、10年ぐらい前に働いてた方なんですよ。でこの愛駅っていうのは数年に一度飛び込み自殺がある場所で、やっぱ飛び込み自殺って起こったら結構ご遺体が付近に散乱して、まあ、結構ねひどいありさまになってしまうそうなんですけど、うん、まあ、そのせいか花川さん勤めていたバーでも、たまになんかね、霊感のあるお客さんとかは、幽霊がここいるよって言われることがあったそうなんですよ。うん、まあでもこの花川さんって、めちゃくちゃ話術が長けている方で、もう話上手なんですよ。うん、まあ、そういうこともあってか、幽霊が出るっていう話はありながらも、結構お店自体は繁盛してたんですね。うんうん、まあ、そんなある時に、女性の二人組のたまに来てくださる常連の方だったんですけど、二人組で来られて、お酒飲んでて、で、しばらく経ったらそのうちの一人が、私ちょっとタバコ買ってくるって言って、お店出たんですよ。で、出た瞬間に、ギャーって言って、また店の中に戻ってきたんです。もう、店内シーンとなって、みんなその女性客の人、見つめてるんですよ。花川さんがどうしたんですかって聞いたら、もうその女性客、顔面蒼白で、ガタ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 震えながら、いや今私が外に出たら踏切の方から上半身だけの女が腕で走ってきたって言うんです。うわー、怖ー。え？いやいや、そんな本当ですかって言って、だって僕見てきますって言って、で花川さん一回もう店の入り口まで行ってドアガチャって開けたんですけど、普通にいつも通り人が歩いてるんですよ。でそこ結構ね、駅の近くってちょっとした繁華街みたいになってて、飲食店とか、まあ、そういう飲み屋さんとかもあるから、結構人通りって多いんですよ。でもし本当にその、まあ、例えばね、事故で女性の上半身が飛ばされてきたとかなってたら、めちゃくちゃ大騒動になってるはずなんですけど、普通に人歩いてて、何も異変ないんですよ。で、花川さんまたガチャってドア閉めて、あ、外何もないし、大丈夫ですよ。って言ったんですけど、そのお客さんもガタ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 震えてて、もうお酒飲むところじゃないんですね。うん、でもう今日はすいませんけども帰りますっていう話になって、タクシー呼んでもう一人の一緒に来てた女性のお客さんと帰ったんですけど、うん、翌日ですね、その日は何事もなくて、翌日に花川さんが夕方になってお店にやってくると、店長がいるんですけど、その店長が、花川くん今日も昼大変やったらしいよって言うんですよ。うん、どうしたんですかって聞いたら、いや今日の昼飛び込みあったってよ。で、それが女性で飛び込んだのが、うん、腕が駅から20メーターぐらい離れている飲食店の前まで飛んでたらしいよっていう話を聞かせてくれて、てかもうね、その飛び込みがあってから花川さんたち、まあ、夕方バーが開店するまでは結構時間経ってたんで、うん、もう処理とかは全て終わってたみたいなんですけれども、うん、まあ、そういうことがあったと。うん、でそこで思い出したのが、昨日の女性客が言ってた、うん、女性の上半身が走ってきたっていう話なんですよ。うん、まあ、それがどういう関係があるのかわかんないんですけど、うん、まあ、もしかしたらその女性の上半身はその翌日に飛び込む女性を引き込んだのかもしれないし、それがまあ単なる予兆だったのかはわからないんですけど、まあ、そういうことがあってめちゃくちゃ気持ち悪かったという話を聞かせていただきました。はい、その上半身で走ってくるってどういうイメージですか？はい、なんかね、本当にテケテケって、うんうん、昔の学校の階段とかの映画に出てきた、こう、はい、走ってくる人みたいな感じで、多分ね、こう手で走ってくるイメージで、駅の方から、うん、
ものすごいスピードで上半身だけの人がグワッと目の前を走っていったってその女性客の方は言ってたそうなんですよ。すごいスピードなんだ。すごいスピードで、まあ、走ってくるっていうぐらいだから多分普通に人が走るぐらいのスピードでブワーッと来たらしいですよ。で翌日にあの飛び込み自殺があるっていうことで、こういうあと事故現場とかには、まあ、結構ねその人を引き込む魔物みたいがいるっていう聞きます話もあるんで、はい、まあ、もしかしたらただの霊っていうよりは、まあ、そういった魔物的なものなのかもしれないですね。でかつて亡くなった方かもしれないですよね、はい、がそうやって、まあ、他の方を呼び込むような形になっているのかもしれませんし、はい、うん、まあ、こういう話がまず一つあって、うん、あともう一つちょっと続けてお話しさせていただこうと思うんですけど、福岡県のですねあの Y 高校っていう、まあ、名前言ったら結構全国的に有名なスポーツの名門なんですけど、そこで30数年前に起こった話で、うんうん、そこの Y 高校のあの体操部の人たちが寮で体験した話なんですよ、うん、ある時ですねこの方の健介さんっていうその当時あの Y 高校の2年生の体操部の方だったんですけど、自分の部屋にいるとコンコンってノックされたんですよ。でもその時もあの部活も終わってで食堂でご飯食べてシャワー浴びてもゆっくりしたとこだったんでもううつらうつらしてたんですけど、パッと目が覚めてでドアからこうガチャッと開けると同級生の吉尾さんって方だったんですよ。で吉尾さんいきなり、あ、ケンスケ今日良くないこと起きるよって言うんですよ。え、どういうことって聞いてみたら、その吉尾さんっていうのはもともと新潟の出身なんですよ。昔からめちゃくちゃ霊感強くて、地元から信用できる神社でお札もらってきて、そのお札を部屋の四隅に貼って、自分でも札毎日2枚つけてるってぐらいしないといろいろ変なことが起こっちゃう人だったんです、この吉尾さんっていうの。でもさっき自分の部屋のその四隅に貼ってるお札が一斉に全部落ちたって。うわうわ一斉に全部落ちた。だから、うん、健介今日悪いことが起きるからお前気をつけるよって、うん、まあ、仲良かったんで言いに来てくれたんですよ、うん、って言われても別にどうしようもないんですよ健介さん、うん、そんな言われたって。いや、ああそうかしか言えなかったんですけど、それからですねなんかちょっとね目が覚めちゃって、まあ、スポーツマンで結構やっぱ高校生とかってめちゃくちゃお腹すくんですよ、うんうん、でカップラーメンをその時常備してたんで、うんうん、流しまで行って、うん、お湯入れて、うん、部屋に持って帰ってきて待ってる間なんとなくこう窓の外見てると、うんうん、焦げ臭い匂いがしてきて、うんうん、パチ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 って聞こえるんですよ、うんうん、あれと思って見ると寮の隣の家が燃えてるんですよ、うんうんうん、で一気に火が上がってもう家中炎で包まれたんですね、うん、でもうあっと思って、でもその寮と隣の家の間には結構あのスペースがあったんで、はい、火が回ってくることはない、うんうんうん、でも実際目の前で家は燃えてるわけなんですよ、うんうん、でもあの健介さんちょっと焦って寮生に向かって、うん、おい火事だぞって叫んだんですよ、うん、そしたらみんなもう窓ガラガラっと開けて、うん、あ本当だあれ大丈夫かよとか言ってるんですよ、うん、でそうこう教えるうちに近隣の住民たちも家の外に出てきてもあたふたあたふたしてて、まあ、多分もう消防には連絡が行ってるっぽかったんですよ、うん、あもうリアルに火事なんだ。あ火事です。幻覚とかじゃなくて本当に火事なんですよ。でもブワーってものすごい勢いで火が燃え上がっても中にいる人はまあ正直助からないだろうなと思ってたら、急にその火事現場からウワーンってもう火の玉が飛び出てきたんですよ。で火の玉が飛び出てきたと思ったら寮の方に飛んできてガラスをパリンと割って寮の一部屋に入っていったんです。それがさっき今日良くないこと起こるぞって言ってた吉尾さんの部屋だったんですよ。で部屋の中からギャーって声が聞こえるんですよ。急いでみんなも部屋出ておい大丈夫かって吉尾くんの部屋に行ったんですけど、行ったら吉尾さん部屋の中でこう体を押さえてうーってうめきながら火の玉が飛んできて俺の体に当たったって言うんですよ。で大やけどって言うんですよね。でもすぐに病院に行くことになって処置してもらったんですけど、結局ですねその火事現場には老夫婦が2人住んでたんですけど2人とも亡くなった。でさらにその家から火の玉が飛んできたっていうのはみんなその寮生は火の玉が飛んできてるのもまだちょうど開けてたから見れるんですけど、警察とか多分消防的には何かまあ何らかの飛散物が飛んできたんだろうっていう結論付けられたみたいなんですけど、それでもやっぱり寮生はいやあれは完全に火の玉で吉尾の部屋を狙って飛び込んでいったんだっていうふうに
話していたそうですね。こんな話を、ね、聞かせていただきました。めちゃくちゃ怖いですね。本当に良くないことが起こったっていう話ですね。その時お札が落ちた時にこの部屋が危ないって気づかなかったんですね。どこかで多分何かが起こるぐらいに思ってたのかもしれないですね。そしたらまさかの自分の身に起こっちゃったっていう話で、うんうん、なんかそういうのなんかこうもったいないっていうか、うん、なんか気づいとって対策を取ってれば回避できたんじゃないかっていうのはありますよね、うん、ですよね。なんかそれ多分なんか嵐が喋った、怖い。二つともめちゃくちゃ怖かったです。っていう形で、はい、今回 の福岡心霊スポット探索は終了したんですけれども、どうでしたか今日の福岡の心霊スポットは？結構、うん、一番最後に行くにつれてちょっとヘビーな感じの感覚はありましたよね。ありましたね。で夜行ってないにもかかわらず、はい、これだけ何か感じ取る場所ってやっぱり少ない。少ないと思います。そうですね、僕も今日は福岡の心霊スポットをガイドさせていただくっていうことで、まあ、結構ね僕の中でも何か実際に自分の身に起こったりとか、はい、あと人からまあこういうことがあったよっていう怪異体験を聞かせていただいている場所をご案内したんで、うん、まあ、特に、ね、僕の中でも福岡の中で結構怖い場所かなって思う場所を巡ったんですけど、はい、それでもやっぱり最後の長谷川峠っていうところですよね、はいはいはい、まさか今日の中では一番何もここ起こりませんよって言ってるところで一番声が入っちゃうっていう現象が起こったんですけど、はい、うん、結構でもオカルトあるあるなんですよね、はい、気合を入れて行ってる時って意外と何も起きなくて、うん、さあ撤収とか、はい、ちょっと気を許した時に起きがちなんですよ。本当にあります。よくあります。犬鳴峠でも急トンネルの中に入って、うん、中で何も起きなくて、うん、ブロックよじ登ってあもう今日は帰ろって言った瞬間に、うん、後ろからドカーンって何かを蹴っ飛ばしちゃうの音が聞こえてきたりとか、うんうん、ある本当にふっと気を抜けてもう帰ろってやる気がなくなったり、もうビデオを止めた瞬間に何か起こったりするのが本当によくあるんですよ、うん、ですよね。なんか気が抜けた瞬間だから、はい、そういう時狙、ね、悪い例だったら狙ってこう入ろうとしてるのかなとか、ね、多分人々の気の張りようとかそれが抜けた瞬間とか何か狙ってるのかもしれないですよね。っていう感じがありましたけど、はい、今日はまさにそんな感じで、もう一番最後のトンネルを抜けた瞬間だったんで、うん、まさにもうちょっと気の抜けた瞬間を狙われたのかもしれないですね、うんうん、はい、そんないろんな体験をさせていただいて福岡がより好きになりました。 ありがとうございます。ぜひともまたご案内しますので、はい、次は夜行きたいですね。夜行きたいですね。ぜひ夜の福岡のまた別の心霊スポットもたくさんありますんで、僕も福岡だけでも多分150カ所ぐらい回ってるんで、実はもうめちゃくちゃ心霊スポットって多いんで、まだまだ別の場所ありますんで、ぜひともまた福岡に来られてください。はい、はい、お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。